皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんが大好きな曲、弾いて歌う弾き語りができるようになりますよ、ということで日々簡単レッスン動画公開しております。今日も張り切ってレッスンしていきましょう。今日取り上げたい曲はこちらの曲です。ドン、ビーズのイルミネーション。こちらの曲は2024年の秋から始まった NHK 朝の連続テレビ小説おむすびというドラマのオープニングソングということで、もうもりもりこのやっていこうと思います。今日はこのテレビでやってるオープニングの長さのショートカットアレンジバージョンでやるんですけど、それでももうね、もう内容めちゃめちゃ盛りだくさんですから、もうかなりギュッとね、いろんな要素が詰まってます。これはね、もうなんかこう元気に歌うのは素敵だなと。これもみんな、あの、朝ドラ見てる方も絶対マスターしてください。もうだから、このおむすびが最後終わるぐらいにはもうね、もう、なんていうか、もう完全マスターが、まあ、理想ですね。ちょっと練習をスタートしていってください。本日はですね、Gラボのブラックビューティーモデルのこのかっちょいウクレレと、シンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ使ってレッスンしていこうと思います。そしてこのね、ブラックビューティーみたいなこの Gラボのね、このハイスペックモデルはですね、毎月中盤から後半にかけてね、公式ページでね、販売予約受け付けてるんですけど、それ以外の時にはですね、今全国の楽器店さんでちょっと取扱店舗さん増えていただいております。概要欄にですね、ショップリスト貼っとくんで、ちょっとチェックしてみてください。そしてこのね、初めてウクレレ、はい、こっちの初めてウクレレに関しましてはですね、 Amazon で 即座にゲットできるようになってますんで、ぜひ Amazon で初めてウクレレこっちもチェックしてみてください。そして新しいね、この楽譜ソングブック6大好評で発売中でございます。新しい楽譜もですね、ゲットしてももりもり楽しんでいただければというふうに思います。さあ、レッスン始めていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている、初心者ゆっくりバージョンなんですけど、これ歌がですね、もうどんどん結構畳みかけてくる系のね、あと、ワンブロックコードの2個が続くんで、ちょっとね、これ、忙しいですよ。かなり、簡単バージョンをゆっくりやろうと思うんで、トライしてみてください。で、後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンがですね、もう次から次へとこう、いろいろ押し寄せてくる。メロディーラインと、この言葉のタイミングとシンコペーションとかね、いろいろあります。これがまた面白いんで、もう濃厚になってますよ。ショートカットアレンジだけど、すごいことになってます。はい。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生、自分が大好きな曲を聴くからやるに変えられるわけですから、ぜひガズレレで音楽スタートしてみてください。さあ、それではやっていきましょう。ビーズのイルミネーション、まずは初心者さん向け簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。
NHK 連続テレビ小説おむすびオープニングビーズのイルミネーションガズレレレ簡単バージョンゆっくりやってみました。これはですね、このドラマの、なんていうの、主題歌バージョンの短さなんですね。なんで、原曲でも1分40秒ぐらいですけど、かなりゆっくりやってる。2分オーバーのゆっくりさになってます。はい。まあまあ、このぐらいのゆっくりだったらいけると思うんですけど、結構言葉のね、勢いというか、言葉のリズム感とかで、リズムも結構やっぱり、本当はもうちょっと早いんですけどね、まずこれでね、ちょっと掴んでください。歌がですね、やっぱり、ビーズの稲葉さんのあの感じがやっぱりね、ポイントかなと思うんですけど、よくよく聞くと言葉のタイミングとかもね、結構キーポイントになるところが多いんでですね、しっかり聞いてやっていってください。ガズレレの動画にはね、歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョン、今やった簡単バージョンの演奏に合わせて一緒にできたら、もうすごいと思いますよ。はい。これができるようになったら、まずファーストステップは、ゴール。ファーストゴール達成。じゃあ次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これは素晴らしいなというふうに思うんですけど、とはいったって楽譜のね、歌詞とコード全部覚えるってなかなかやっぱ難しい。この曲特にね、なかなかいろんな要素がありますからね、難しいじゃないかということなんですけど、やっぱりね、楽譜練習がいいと思うんですよ。楽譜を見て何回も何回も練習しているうちに、いずれ覚えちゃって、朝日に向かって夕日に向かってこの曲熱く歌う。これがいいなというふうに思うんですけど、今楽譜ってカズさん言ったけど、楽譜ってどこにあるのよって声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズがこのノートに書いている手書きのガズ楽譜、これを見ながら今演奏していきました。ドーン、結構ボリュームあります。たった朝のね、連続小説のテレビ小説の朝のちょっとした時間なので、楽譜にするとこんなにあります。はい、はい、これを見ながら今やっていったんですね。はい、これもうちょっとしたらこんな風にカメラに置き行くとして、みんなもこんな風にやってみたらいいよということでシェアしようと思うんですけど、ただいま大変便利なサービス、ガズクラブというサービスがあります。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円で、なんと、毎週2回、ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところをみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと、毎朝7時半から、スタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でも、いつでも、どこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと、概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。イルミネーションビーズおむすびオープニングでーすね。連続テレビ小説おむすび見てる方多いかな。はい、見ていきましょう。まずイントロですけど、ここ伸ばします。で、ここちょっと注目で、ここ上には G って書いて、G7 って書いてあって、下は F マイナーって書いてある。こう下にくるっと囲ってるコードは、かっこいいバージョンではこのコードを使いますよということで。例えばここなんかも、簡単バージョンは C と G7 だけど、こっち CCCG7 みたいな感じで、ちょっとこう使い分けがあります。下にくるっと囲ってるのは、かっこいいバージョンで使うコードだぞと覚えておくといいと思います。コードとかこの展開とかね、ここも結構続きますよね。はい、これがポイントです。伸ばすとかそういうのはね、共通なところもあります。こういうのもね。はい、こんな感じでちょっとポイントを伝えておいて、こうやって映していくんで、皆さん、一時停止で、ノートとかに書き出していただくのおすすめなんですけれども、今紹介させてもらったガズクラブで、このねイルミネーションの楽譜、お手元にこのノートのデジタルデータをダウンロードしてすぐご活用いただくのもめちゃおすすめです。ガズのノートの特徴はですね、言葉の上にこの点がついていたり、これねいろいろついてるでしょ、これリズムがわかるんですよ。これちょっと歌ってみると、せーの、君の一番好きな、うん、ね、これ休符です。
君の一番好きな、うん、歌を聴きながら歌おう、うん、みたいな感じ。わかりやすいでしょ。あのことは、あとはね、このワンブロックに対してのこの位置関係とか、あとこの伸ばすところ、この伸ばすところって歌詞カードには書いてないですからね。これがね、もうガズノートはめちゃくちゃヒントがめちゃくちゃ詰まってる曲なんでですね、ぜひ皆さんあのガズクラブに入っていた、あ、でもね、これもしかして、僕のね、レッスン動画の方がね、ジャスラックとかその権利団体の登録より早い可能性があるね。ちょっと遅くなるかもしれない。僕の方が早いっていうのが結構最近多いんですよ。その辺のタイミングがちょっとね、チェックしといてください。ガズクラブに入っていただいた方も。とにかく遅から早いからこれダウンロードできるようになるんで、ぜひそっちもご活用していただきたいんですけど、お時間ある方はこの通りに書いていってください。イントロから A メロ B メロみたいな感じのところまで一時停止で書いていってください。はい、いいかな。歌が結構やっぱりこれは難しい。ビーズの稲葉さんならでは。まずこれサビの1、ここ、本当にあるよね、嘘じゃないよね、ね、このちょっとなんかね、言い回しというかね、言葉のタイミングがポイントになります。さっきも言ったようにここ FFFG7 とかコードワンブロック4つになりますよということもあります。はい、でここ Light on Shine on っていうところ、ここ簡単バージョンでダーッダーって止めたんですけど、かっこいいバージョンはタータッタータって感じでやっていく。まあ雰囲気ちょっとここ見てみると分かると思うんですけどね。はい、でここサビ2、これがね、本当はここからね、原曲だとこう2番に入っていくって感じですけど、ここがドラマバージョンではもう最後のサビにやってくるよということですね。はい、そして、最後イントロと同じエンディングがこうやって終わっていくよ、こんな感じになってます。出てくるコード見ていきましょう。1個だけ F マイナーというコードかっこいいバージョン出てくるんで、これちょっと隠しておきましょう。で今やった簡単バージョン、今映ってるこのだから6の8個のコード言っていきます。 CA マイナー F D マイナー D7 G7 E7 E マイナー7、今映ってるこのね8個のコードはガズレレではもうめちゃくちゃ典型的な入門コードのグループなんで安心してください。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらい10個の入門コードのグループなんですよ。はい、これね10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たらめっちゃ簡単だけど、いっぺんにどんどん10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私ガズが皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ぜひガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。その前にですね、やっぱり歌ですね、この言葉のねタイミングとメロディーがね、聞いているとねすごいシンプルに感じるんですけど、歌ってみるとどん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 ねなんか展開していくんですよ。特に A メロとかも、君の一番好きな歌を聴きながら進もう、暮れ残る空の下って、この辺からだんだん変わっていく、繰り返しかなと思ったら、浮かぶ山並み、跳ねたリズムが登場します、歌の中でね。このねリズムのこのビート感も歌に結構入ってくるんで、まあそこはさすがにこうビーズだなという感じですね。マーガリークね、ダーミチーは森、この辺のなんかこう言葉の区切るタイミングとかもすごいなんかこうかっこいい。この辺はやっぱ聞いて聞いて、あと息するところのタイミングも、稲葉さんがどういうところで息してるかっていうのも参考にするといいかと思います。言葉にですね、やっぱり圧力をかける。よくこれですね。この稲葉さんの歌い方ってこれがすごくね、聞くと思うんで、これちょっと概要欄に貼っておくんで、参考にしながら歌しっかり聴いてかっこいいバージョン入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンは F マイナーコード1個追加。これはね、よく出てくるんですけどね、初心者の人突っかかりやすいです。押さえる場所はこことこことこの3箇所。1個目の押さえ方はこれ。はい。ちょっとこれ押さえづらいよね。もう1個の押さえ方は親指登場です。はい。これ同じですか、出る音は。はい。で、これポイントは、ウクレレを持つ位置がガズみたいに低い。比較的低い人は親指で押さえやすいですね。ウクレレ持つ位置がこう高い人は人差し指がいいです。こんな風に使い分けるといいと思うんですけど、F マイナーは質問が多いコードなんで、概要欄に徹底解説動画貼ってくんで、ちょっと苦手だという方はその見てください。その動画見て F マイナーを押さえていきましょう。で、今日出てくるリズムなんですけどですね、今日はこれです。ドン。8ビートのチャで、シャッフルのビートです。跳ねたリズムなんです。この跳ねたリズムっていうのが今日のポイントです。ひとまず8ビートのチャの解説、動画は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところの URL の先にね、もう濃厚レッスン動画がありますね。8ビートのチャマスターしてほしいんですけど、今日はこの跳ねたリズムがかなりポイントになります。まず跳ねない普通の8ビートのチャをやってみます。せーの。次跳ねたリズムシャッフルでやってみましょう。せーの、だいぶ違います。普通のリズムはタッタッタッタ、跳ねたリズムっていうのはタッカ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 チャッ
ちゃい声で跳ねてね。で、ちょっとルンルン気分になるでしょ。だからこの跳ねる気分で大事なのは、自分自らがルンルン気分になる。これがポイントになってきます。はい。このリズム、跳ねたリズムで歌う、このビーズのイルミネーション。これを覚えておいてください。はい。跳ねてます。じゃあちょっとどんどん解説していきますと、イントロはですね、伸ばしていくんですよね。ちょっとやってみましょうか。せーの。次 F マイナー。はい、今タカタタカタってここツタタタタって一応書いてあるんですけど、このね跳ねたリズムシャッフルのこのツタタタはちょっと普通のツタタタよりちょっと難しい。ツタタタタタみたいな感じですね。チャタタチャタタチャタタタタタ、三連の決めみたいな感じになりますね。もう一回イントロ。こんな感じで入っていくんですよ。このチャカチャチャカチャ、わかる？ワンツーチャカチャチャカチャ、これ難しいよね。チャ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 、1回目はダートとアップ、ダウトとアップトと、こんな感じですよ。はい、これちょっと難しいというかポイントです。シャッフルの時のリズムのこのおかずと言われるツタタタタって書いてあるだけなんですけどね。で A メロに入っていきます。君の一番好きな、跳ねたリズム、これがポイントです。で跳ねたリズムで歌うから、この曲のイルミネーションの曲のちょっとこのね、ウキウキ気分が表現されてるなというふうに思います。でここでやっぱり歌が、やっぱり歌の言葉のタイミングがこの伴奏のリズムとこうしっかりマッチングしないといけないんで、歌もねビートをこと強めで、稲葉さんのこの圧力の言葉を圧力かける、これでいくといいと思います。君の一番好きな進もう、こんな感じがいいかな。いいですね。で、こんな感じでもう淡々と、リズムは今日はシンプルなんです、実は。で、さっきも言ったように、このツタタタタのところが結構そこかしこで出てくるってところあるんですけど、ここもちょっともう一回、サビの前の B メロ、曲がりくねった道から行きましょう。曲がりくねった道をハモリ、進む君と僕のハイビーム。ハイビーム、はい、チャカチャチャカチャ。ここも同じですね、イントロと同じで。本当にあるよね、嘘じゃない、はい、出たシンコペーション出てきました。今のこの矢印マークはですね、リズムがボーンと前に、前のリズあのところに突っ込んでくるよということの表現で、この矢印マークがついてるんですけど、これ矢印上、左上マークがついてるんですけど、これアップです。だからそうそう、本当にあるよね、 F でアップ、F の時アップのシンコペーションで G7、 はい、これがちょっとこの2024年のね夏から始まった矢印表記ですけど、矢印上向きの時はアップ、矢印下向きの時はダウンというね、そういうシンコペーション、アップでシンコペーションする時とダウンとシンコペーションする時があるんで、その使い分けですけど、まあ8ビートはねもうほとんどっていうか 100% アップのシンコペーションになると思うんですけど、はい、これちょっと表記の解説でしたということですね。でちょっとそのままサビやってみましょう。せーの。本当にあるよね、嘘じゃないよね、夢で見た、ここまで、ダンダズンガバーン。はい。C、C、あ、F、F、F、G7 っていう、ワンブロックコード4つで、最後だけ G7。もう一回最初から。本当にあるよね、嘘じゃないよね、夢で見たイルミネーション。ダン、誰かが誰かのためにと思う。I'm a boost a celebration。ダダンガダンガジャン。はい。ここいいですよね。ダンガダンガダンガバーンって最後一回 G7 で、その次のパート、ここが、かっこいい決めです。ライツオンシャイン、ここのライツオンの言い方が稲葉さんでいきたいですね。ライツオンシャイン、弾む気震えたてよってなります。ここはダー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 で止めるだけです。なんでこれはいけるでしょう。ダウンで僕はやりました。ライツオンシャイン、はい、ダウンでダウンダウンハズム、ここでリズム戻るんですよ。ハズムいき見えたてよ、はい、こんな感じです。で、もう一回サビをやりますね。で、歌詞が変わって、コード進行は一緒なんですけど、歌のメロディーラインがちょっと変わりますからね。生まれてきたことを、ここはよく聞いてください。あとは、忘れちゃいけないのが、知らないうちにね、跳ねてる感じがちょっと減ってきちゃう可能性があるんで、この辺もちょっと、跳ね感をやっぱキープしたまま、
行きましょう。というようなことでございますですね。まあ、解説は、こういう感じになるんですけれども、やってみたらわかります。コードが1ブロック2個でシンコペーションとかどんどん畳みかけてきて、しまいには1ブロックコード4つが出てくる中で、歌がですね、結構次から次へとこう、元気よくこう畳みかけてくるというかね、ウキウキ気分でも乗ってくるわけですか。それので、ちょっと、頭の中、飽和状態になりがちですか。ガズさんもね、なかなかね、なかなかすごい奥が深かったです。やってやってやりまくり、練習しました、すごく。まあなんだけど、楽しいですよ。やっぱこの、ノリノリのこのね、跳ねてるリズム、シャッフルのリズムがね、こう元気になってくるんでですね、ぜひ皆さんもね、この朝ドラの期間中にはですね、この曲楽しくマスターできるといいんじゃないかなというふうに思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。ビーズのイルミネーションガズレレレをかっこいいバージョン、やってみる連続テレビ小説おむすびのオープニングソング、ビーズのイルミネーションガズレレをかっこいいバージョンやってみた。これさっきも言ったけど、このテレビのねオープニングのショートカットアレンジバージョンなんですけども、めちゃめちゃこれでも奥が深いですから、もう内容がねもうぐっと詰まってんの。これはもうねめちゃくちゃ楽しめる曲だと思いますね。取り組んでみてください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。